はい、こんにちは。この動画はですね、逆行する微積分、数理積分編の、30回目です。で、今回は具体的な定積分計算というのをやっていきます。はい。ね。で、前回ですね、前回は定積分に関する性質を、まあ、1、2、3と見てきたんですけど、まず、まあ、定積分は面積だという事実がありまして、今まで皆さんが計算してきた面積っていうのは、実は定積分で簡単に表せると、そういうことが分かりました。で、さらに2回目で、2回目は積分区間ですね。積分区間に関して、まあ、つなげたり離したりとかね、なんか足し算だったらくっつけちゃっていいぜみたいなことをやりましたね。はい。で、3回目、前回ですね。前回やったのは、関数、ね、あの積分の中身ですね。中身に関して線形性っていうのが成り立ちますと。まあ、足し算だったら分配みたいに分けてもいいし、定数場合の定数を出してもいいし、みたいな話をしましたね。で、そこら辺の技術を使って、この定積分っていうのを実際の値を求めてみましょうということですね。はい。OK。だからこれ、イメージは、待ってな。これイメージは、これどんな関数かな。まあ、どんな関数かな。ちょっと待ってくださいね。こんな感じですわ。ね、こんな感じの関数があってですね。こんな感じです。あ、これちょっと今、パッと考えたので、すぐで、まあ、あの、グラフ書こうと思ったら書けるんですけど、ちょっと、そんなね、やってる暇ないので。で、2と3があって、なんかこのグラフが、ちょっとこれはかなり間違ってる可能性があるので、そこには触れないでくださいね。こんな感じの関数があって、2、3で囲まれた面積を求めなさい。そういうことです。はい、グラフはね、いずれ書けるようになりますね。これ微分っていうのを使うとね、書けるようになるんですよ。はい。だからこの面積を求める作業を今からやっていきましょうという話ですね。はい。じゃあ具体的にやっていきます。で、早速なんですけど、これできる人やってほしいんですよ。やってみてほしいんですが、まあ多分ね、そんな簡単にできるもんじゃないので、皆さんそんなパッとできるもんじゃないと思う。ね。なんで、できなくても別にいいので、一緒にやっていきましょうね。で、今までやってきたこといろんな復習要素が入ってますので、まあこれ1問やってね。定積分を一応完璧にして次回から、ちょっと違う話題になってきます。まあ、もちろん使うんですけどね、今の話をね。で、まあ、ちょっと面白い話になっていくので、ちょっと楽しみにしておきながら、とりあえず復習というか確認のためにこの作業していきます。はい。ただまずなんですけども、はい、まずね、これね、なんか中がごちゃごちゃしてますよね。ごちゃごちゃしてて、で、前回やったのはどんなことかっていうとですね、中がごちゃごちゃしてたら、なんか話していいよみたいな、ね、そんなことをしたんですけど、ちょっとこういう置き換えをしてみましょう。fx が、x3 乗。ね、で、gx が、まあ、x2 乗、ここですね、と置くと、これ、様式っていうのは、2,3 の、fx 足す2倍の gx と。こう書けるわけです。これは自然ですよね。まあ、代入したらそのままです。で、皆さん、前回やったことは、この積分っていうのが、足し算はばらすことができて、かつ定数倍ですね。この2っていう定数を前に出すことができます。ということを皆さん学んだんでしたね。2倍の、2,3gx,dx と。はい、こういうことを学べたわけです。ですので、このイコールっていうのがすごいってですね、2,3 で、今 fxdx、fx x3 乗ですから、x3 乗、dx と。プラスの2倍の2,3の、x2 乗ですね。g なんでね。dx。こうなります。ちょっと汚ねえな。はい。ここまでは前回やったことですね。もう具体的に使うのはこういうふうに使っていくんです。はい。なんで、今ばらしたので、要するに、ここはね、2,3、インテグラル2,3の x3 dx と、インテグラルの2,3 x2 乗 dx っていうのを求めて、この2倍とこれを足せばいいと。なんでこれ別々に求めていきたいなと。そう思います。はい。なんでまず左側ですね。2,3 の x3 乗 dx。これを求めていきたいと思うんですけれども。はい。ちょっとですね、皆さんに思い出してほしいことがありますね。まあちょっと中身は何でもいいんですけど、まあ、中身はね、割愛ですね。中身端折って、例えば03っていうね、積分をしたいなと思った時に、これがね、前々回のお話ですね、積分区間に関する加法性のお話で、例えばだけど02とこう23に分けてもいいんでしたね。こんなことやりましたよね。覚えてますね。ってことはね、ってことはこれをね、知って移行するでしょ。知って移行するとこうね、マイナスついてここがイコールになるわけです。こうやってね。で、こういうふうな、こういう関係があるので、今丸が
x3dx やと思うと、まあ、右辺イコール左辺っていう変形ができますから、ここでまあね、はい、今こいつが03と02、03-02でかけますというふうに言ってますから、それを移すと、03の x3 乗 dx 引く02の x3 乗 dx と、こういうふうに分けて考えることができます。はい、でまた分かれたので、もう一回ね、線引きの、ね、ちょっとダメですね、黄色がダメだね。なんで、まあ、2箇所分けてまた考えたいなと思いますので、前半と後半ね、分けて考えたいなと思います。はい、なんでまず03ですね、03の積分を先に考えたいと思うんですが、ここまで来るとですね、皆さんもそろそろ計算ができるようになってきてほしいなと思うわけです、ね、でこれどうやって計算するかっていうと、これはもちろん定義に戻りますが、定積分の定義どうなってたかっていうとですね、リミットのリミットシグマで、0から3までって言ってますから、左が1ですね、1で K が、3って言ってますか、 3N までね、はい、までの括弧、N 分の1で、今 X3 乗って言ってますから N 分の K を3乗してくださいね、はい、ってな感じ。これが定義でしたね、皆さん覚えてますか、ね、まあ別にそんなねガチガチ覚えなくてもいいんですけどね、こんなもんだったっていうことを覚えててください。紙見たらはぁってなるぐらいでいいですけどね。はい、でこれを計算していけばいいんですよね。でこの計算は皆さん散々やりましたからできてほしいんですけど、皆さん一緒に復習していきましょうね。まずリミット置いといて、リミットの2無限大で、N の4乗が分母にいますからね。でシグマは今 K に関するシグマですから、 N は関係ないので、 N を前に出しますね。なのでこんなのが前に出ますね。 N の4乗分の1が前に出ますね、でシグマの中身の何が残るかっていうと、 K の3乗が残りますね。相変わらずシグマの和を取る範囲っていうのは、まあ、このややこしいことになってますね。はい、いい、そしたら またまだいきますよ。リミットはまだまだいてですね、 N と無限大の、4分の 4N 乗分の1もまあ置いといて、これですね、ここね、ここは定理がありましてね、ずいぶん前に定理があって、今肩に3が乗ってますから、肩が3に乗ってるってことは4分の1が出て、ね、でここに右側の値ですね、 3N をぶち込んで、ここと同じ数字の4乗しなさい、足すこのオーダーの N のこのまま3乗と、こうなります。 OKね、しばらく前にやった、あ、まあこれちょっとあかんな、正確に書くと、定理通り書くと、オーダーの3n の3乗やな、そう、もうここの4乗、ここの3乗、そうですね、はい、こうなります。でこれを計算していくと、具体的にまあ答えは出るわけなんですけれども、計算しますか。ちょっとまあそんな余裕もないので、いろいろ端折りながらやりますが、まずですね、ここですね、N4 乗分の1と4分の1の N4 乗分の1って、これになってますかね、 3N の4乗っていうのは要するに、まあ、81の4乗ですから、それに4分の1がついて、N の4乗分の1がかかりますから、結果的にはこれが消えて残るのは4分の81ですね。4分の81と、オーダーの 3N3 乗、ね、オーダーの 3N の3乗、 3N の3乗ってつまりまあ 27N3 乗ですが、まあ、定数倍ってオーダーね、意味をなしませんから、これは N3 乗と等しくなるんですね。で今こいつにね、こいつに今こいつ N4 乗分の1がかかるんですから、答えはオーダーの N-1 乗と、マイナス1乗ねとなりますから、ここはオーダーの N-1 乗、こうなりますね。はい、で答えはここがリミット飛ばした時に0に行きますから、4分の81と、こうなります。ね、まあ、答えっぽく書きましたが、まだまだですね。今分かったのが、これですね。この黄色い線の部分が4分の81だということが今分かりました。OK。はい、そしたらじゃあ同じようなことを計算していったらいいんですけど、あんまり消すのももったいないということが今気づきましたね。はい、次こっちを計算するわけですから、
ね、ちょっと変化を加えたいだけです。ね、ウェーブにすると、今02にしたいので、02ね。02だから変えるべきは 3N になったところを 2N にしたいんやな。そこだけやな。2N。だってここ3乗は変わりません。3乗は中の 3が来てるからね。ということはここも変えて、なんかこれ楽勝にいけるんじゃない疑惑ありますよね。こう来て。ここはね、この中に代入した、ここの 3N が、変化を受けるわけで、結果的にはここを 2N にしてほしいなということですから、ここら辺ぐらいはちゃんと書きましょうかね。書くと、今どうなりますか。4分の1と 2N4 乗っていうのは 16N4 乗やから、4分の16っていうのは4ですから、もう4が残ります。まあこの辺ちょっと計算してくださいよ、みんなね。はい、でここはね、相も変わらずオーダー N 分の1ですわね。なんで結果が4ですね。4。これ消えます。4。なんで、ね、引き算、ね、忘れんといてくださいね。引き算忘れんといてください。で、4で来ますので、これね、こういう計算危ないね。危ないので、80-16 すると、何？65ですか？ 4 分の65と、こう出ます。ね。で、これがピンクだったわけです。ピンク。ね、ここ。ね。だんだんできてきましたね。イコール、4分の65と。はい、こうなりました。 OK、 いいね、この書き方いいね。なんかこう戻ったり行ったり、すごいいい感じで我ながら考えられた場所ですね。はい、じゃあ次に考えるのが今度このウェーブの部分ですね。ピンクのウェーブで 2,3 の x2 乗ですね。まあ、2倍っていうのは置いといて、だから 2,3 とかもほとんど変わりませんから、もう x2 乗を考えたらいいよね。なんでまず最初にやるべきはここを2乗にするんやな。ちょっとややこしくなってきたけど、違う、頑張りましょうね。ここを2乗にするのね。2乗にします。2乗にするとここがウェーブになると。はい、2乗を変えていきますよ。2乗ね、ここは違いますと、そういうことですね。はい、もう黄色の記号はこれ躊躇しましょうか。たら先にじゃあこっちからやっちゃいましょうね。こっちからやる方がいいですよね。まあそこら辺空気読んでくださいね。なんでここに2に変えて、これをねってやっていくわけです。でこれも一緒やけど、どこが変わるかっていったらここやね。ここが今度全部変わりますから、2にして、ここも2にして、もう手が汚れるね、イライラするわ本当に。何、4乗が3乗になるかな。3乗になって、チョークってあんま良くないんですよ、肌にね。だから僕ら肌荒れです。はい、なんでここがなんだなんだなんだ、ここが3乗だな。ここが3乗で、ここら辺からちょっと動いてきますね。ここが3になって、ここ4乗じゃなくて3乗で、ここが2乗になるんだな。はい、 OK。 なんでこれ計算しましょうかね。計算するとまあもうできますね。3分の8が残って、でこっちはまあいつも通りオーダー N-1 乗ですから、はい、これ計算するとどうなるかっていうと、これ消えて3分の8が残りますね。果たして合ってるのだろうかね。うん、そうですね。はい、なのでここに書きたいんだけども、ここに何か来るね。何か来る。何か来て、引く、今、3分の8と。こういうことが分かりましたね。で、何で線と。はい、じゃあ今度は普通に線の部分をね、もうね、分かりますね。時間の無駄ですね、ほんと。やっていきたいと思うんですけど、あ、さっきここ2やったな。2やったな。さっき、ね、こう波の時はすいませんね。これ2でしたね。2でやってましたね。いろいろ書くの、消すの忘れてました。で、まあ、これから今3に入るところですね。はい、3に行きます。と、まあね、ここですね。3N の、3N の、ここやな。中が 3N の 3N ですから、ちょっと計算が変わってですね、どうなるかというと、なんか何 9ですね。9だね。いい感じで9ですね。はい、9です。でオーダーの N の-1 とこうなりますから、
はい、なんでこれが消えて9ですね。 OK。 なんかね、途端に計算怖くなりますよね。なんで今9、ここが、なんでここは、3分の27ですから、19やね。はい、こう思ってもらいます。やっとですね。はい、で今ここに戻していくんですけど、プラス2を忘れんといてくださいね。2倍のこういうことでしたね。はいはい、じゃああとはこれ計算して終わりですが、これはね、なんだ、はあ、これが何、38やから、何、12の何三角形だから、1、9、5+2、5、2だから12分の何、7、4、3ですかね。はいはい、 OK ですね。これ答えです。はい、じゃあここまでできてお疲れ様でしたって感じですね。はい、でもうこんな風に計算をしていくんですが、もうすごい手間かかりますよね。すごい手間かかってちょっとめんどくさいんで、このめんどくささを解消するために、辞書からですね、具体的に計算テクニックを込めてちょっと話を膨らませていきたいなと思います。で、ちょっと本当にこういうのを見せるのはあまりいいこととは思わないんだけども、実は事象以降の計算が分かってくると、まあ今回の計算がすごい簡単にできるんですよ。でその分かっている人が計算するとどんな風になるかっていうのをちょっとだけチラ見せしておくと、なんかこういうのを見るとですね、なぜかなんかこんなね、こんなことをするんですよ。ちょっとまあ積分を知ってる人はここで、いろいろ知ってほしいなとは思うんだけど、まあこんな積分をして、何これ、合ってる、こうかな、だからまあ、こんな風に計算がさらっとできちゃうっていうのを次回以降やっていきます、はい、でこれ何やねんと思ったんですけど、これが、まあ、いわゆる世間一般に言われる積分計算ですね。で今皆さんは面積って何だろうってお話が始まって、面積を具体的に構成していって、でやっと定積分ってこんなんだってことが分かって、定積分の計算は面積の計算に従って、定積分って面積なんだから、じゃあね、面積を求める方法でやっていこうってことだったんですね。でそれでやってきたんだけども、具体的に計算技術として、計算の作法として、まあ、道具として積分を使うときにはあんなことやってらんないんですよね。リミット飛ばすっていうか作業やってらんないので、いろんなことを認めて、その上で計算法則を、まあ、ちょっと簡単なものをね、もう覚えてしまって使っていくって作業があります。なのでまあこれをね、次回以降やっていきたいと思うので、これからは具体的にこう面積をガツガツ求めていくんですけど、そのために計算を楽にする方法とかをやっていきたいなと、そう思います。はい、じゃあここで一区切りなんで、まあ、なんか気になるところある人は、まあ、戻ってみとくないとか、分かんないことあって質問なりしてください。じゃあお疲れ様でした。